どうもシュートです。さあ今回もイフットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はですね、まあほぼレート2100ほぼほぼ達成したということで、まあその際に使ってた通常選手ですね、まさかのレート2100行くのに、あほぼねほぼレート2100行くのに通常選手を使ってたんですけど、10試合ぐらいかな、レート2075とかそんぐらいから使い始めてたんですけど、まあね超ガチスカ級の選手と比べたらそうでもないんですけど、 GP7000GP でここまでやれちゃうんかってぐらい、まあなかなかに強かったし、まあ後ろ目の選手なんですけど、無失点の試合もねもうほぼほぼ多くて、10試合で2失点ぐらいしかしてないんで、ちょっと今回はそんな強かった通常選手を紹介していこうかなと思いますね。まあ今現在のレートはと言いますと2040、順位224とだいぶ落としました。まあその理由なんですけど、まあこの4時36分の5対1の試合からこの通常選手使い始めて、まあ1試合2試合3試合4試合5試合6試合7試合8試合9試合10試合10連勝してたんですよ。でこの時点でレートが2098で、まあこの辺のレート帯ってまあプラス2なんで、勝ってもまあでも2もらえたら2100だったんで、もうあと1試合勝てば2100ってところで引き分けて2095じゃないわ、93か、93を5下がりして93になって、そっからマイナス30で2033までいったと。でまあそっから1回勝って4上がりで37、もう1回勝ってプラス3で40で今に至るわけですね。なんでまあギリね達成はできなかったんですよ。2100こんなことならもう普通にやっとけばよかったなってぐらいなんですけど、まあでも通常選手使っててもそこまでいけるぐらいこの選手は強かったかなと個人的には思うんで、ちょっとぜひ今回の動画ね最後までいろんな人に見ていただきたいなと思うんですけれども、今回紹介していく選手はこちらのですね、カリル・シリベですね。まあ昨日ね某チャンネルさんの動画を拝見させていただきまして、まあそのイフトハブにまあその項目追加されてた足のカバー範囲、まあそこに着目して某チャンネルさんは動画を撮ってたんですけれども、まあこのカリル・シリベ右上見ていただくと足のカバー範囲がね197センチと、まあとんでもなく足伸ばせるよっていう、まあそういうデータは出てますね。まあ一応ビエラだと189、8センチ買ってて、まあガチスカギリいけるかなっていう高身長で言えばダンバーン201センチですけど、1センチしか買ってないですが足のカバー範囲194なんで3センチ買っちゃってると。まあめちゃくちゃねここの理論値って言えばいいんですかね、その期待値的にはすごいね守備してくれるんかなっていう選手だったんですよ。まあ先に獲得方法だけ教えておきますと、ちょっとねチーム名がわかんないんですけど、まあ一応絞り込みで国籍でヨーロッパのフランスにしてもらって、ここフランスですね。で、プレイスタイルをアンカーにしたら並び替え価格順で、まあ、価格の低い順に並べるとまあ大体スクロールしたらまあすぐ出てきますかね、このカリル・シリベ 7000GP。 まあ育成に関しては大体こんな感じで102ポイントももらえるんで、まあとりあえず守備がんぶりして、まああとフィジカルだったりスピード瞬発力をしっかり上げといたっていう感じですかね。まあこんだけ守備に振っても結局ディフェンスセンスが81とかしかいかないんで、ちょっとそこは物足りないかなっていう感じはしますが、まあ足伸ばしてくれるなっていうシーンもすごいありましたし、まあスピシューンこの辺は微妙かな、なんかロドリと変わんないぐらいの重さ、むしろロドリより重いんかなってぐらいの動きの遅さはやっぱ感じましたね。瞬発だいぶでかいか、身長でかいからそもそも動きが遅いのはあるかもしれません。でフィジコン90でスタミナはね82しかないんですけど、まあロングカウンターで使いましたしアンカーで使ってたんで別に気になることはなかったですかね。でまあスキルはヘッダーワンシューインターセプトエアバトルと結構優秀で、まあ一応ブロッカーだけつけたんですけど、最後の2試合ぐらいしかもうブロッカーつけて使ってないんで、まあ特に変わらんかったかな。まあ一応途中から最後の評価点もスクショしといたんですけれども、まあギブアップの試合はもちろん取れなかったんですが、6.0 6.0 6.0 7.0 と、まあ5点台多分1回もなかったんですよね。だからね普通に活躍してましたね。中盤の選手でここまで行くのはまあまあ優秀かなって感じはします。でもまあ言っときますと、まああくまでその某チャンネルさんの動画を見たから使いたくなっただけで、もう正直に言うともうザカリア・ビエラの方がもう圧倒的に使いやすかったんで、わざわざザカリア・ビエラ持ってる配下金の人は使うまでもないと思いますね。今から試合見せていく前にこんなん言うのもなんですけど、まあ誤解されたくはないんで、こいつが最強やぞって言ってたぞって言われたくないんで、ちょっともう先に言っておきますが、もう全然超ガチスカ級の 1DMF 使った方が安定はすると思いますね。ではここからはシリベの、まあ、ワンアンカー、レート2100をかけた試合をちょっと一緒に見ていこうかなと思いますけれども、
まあね、本当に余裕で10連勝とかちょっと難なくできてましたし、あーもうこのペースでいっちゃうなーって正直思ってたんですよ。まあその前も、まあ、引き分けとかあったんですけど、まあずーっと負けてなかったんで、近頃調子は良かったんでね、もう本当にいけるもんやと思ってました。まあレート2100はまあちょっと緩いフェーズの時も達成しましたし、初ってわけじゃないんで、なんかこうウキウキ感はまあ前よりかはなかったんですけど、まあやっぱ通常選手を入れてのまあ10試合ぐらいですけど、10試合ほど通常選手を入れての2100っていうのはなんか気持ち的にもやっぱ価値があるように感じるじゃないですか。だからすごいね、この試合は緊張してたのかもしれないですね。まあちょっと守備シーンとかもまああったか忘れましたけど、まあまあちらほら見ていきましょう。まあ中盤でね、まあこの5番の選手ですけど、まあこんだけ身長高い人、まあなかなかないですよね。この前にいるのが多分フリットなんですけど、まあ、フリットよりもめちゃくちゃでかい感じしますし、まあ今のフィジカルもね、やっぱ強いよね。ただボディコンが低いんで、後ろからね、ガーンとフィジカル強い選手当たられた時に失うっていうことは全然ありましたね。まあこの辺のパスのさばきとかも、まあ71あるんで、まあギリギリできるかな。まあ僕別に DMF にそんなにパス能力求めてないんで、守備さえしてくれたらまあいいかなって感じはするんで。でまあまずここのシーン決めきれてたら最高でしたね。前からフリットかけてくれて奪えて、フリットで。マラドーナにスルーパス出して、まあいい感じに通って、マラドーナここしっかりキープしてくれて、ネスタに潰されずにキープして、で、メッシ縦側仕掛けて、このね、ユルフはクロス上げたんですけど、ヘディングしてくれなかったんですよね、ヘイネスが。めちゃくちゃ人のせいですけど、まあヘイネスが悪いよね。はい、これはちょっとカットされちゃいましたね。今その後のネスタのクリアを、こっちのネスタでしっかりとヘディングで拾って、まあシリベのワンタッチパス。まあまあ近い距離なんでずれずに出してくれましたね。で、ここを冨安さんで奪って、味方のパスもカットしちゃう身長のデカさ。まあでもその後のつなぎはまあまあ別に悪くはないかな。でこの辺とかちょっと動きの遅さわかるかなと思うんですけど、ほらなんかねトロいんすよ。一回逆方向に入っちゃったらその後めっちゃ動くのが大変なんで、ここもね正直危なかったですね。だから DMF にカーソル合わせてバンバンこう左右にパスカット狙いに行くっていうプレイスタイルの人にはまあやっぱビエラザカリアの方が向いてると思うし、まあ基本どの人でもどんな人でもビエラザカリアの方がいいよね。そりゃ通常なんで、通常で越せたらもう最高すぎるんでね。まあでもこの辺まあしっかりプレスは行ってはくれたかな。でまあ前半は 0-0 と、まあ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 若干シュートとかも打たれてましたけど、まあ別に内容的にはねそんな悪くなかったですね。で後半はねちょっと残念なシーンも来るんで、ちょっとそこもぜひ皆さんと見ていきたいんですけど、まずここはしっかり拾ってスルーパス。まあ足元にもしっかりつけれてますし、まあなんかめちゃくちゃパスが下手っていう感じはやっぱ黄色には乗ってるんで、そんなにはしないですかね。で、ここでマラドーナでパスミスっちゃった後のこのシリベの寄せ。まあ体強かったですね。ファールになっちゃいましたけど、まあまあ良かったかなと思います。で、その後、ここスルーパスちょっとミスっちゃったんですけど、その後しっかりと下がって、ここを引っ掛けてパス奪ってくれると。まあやっぱでかいよね、範囲は。で、まあこのシリベのボールカットを起点に、ヘイネスで運んでいって、運んでいって、ここをしっかりと引きつけて、で、ここワンツーで見事にかわしたんすけど、ここね、スライディングされちゃったんすよ。まあもちろん PK はもらえてるんすけど、もう 0-0 の時点で、まあ結末はわかりますよね。まあエリア内のファールではあるんすけど、やっぱ故意的ではあると思うんで、もうレッド出しちゃっていいと思うんすよね。僕スライディングしないからこうやって言えるんですけど、まあレッドの方が嬉しいよね。でキッカーをまさかのシリベにしちゃうと、2100通常この選手で決めて決勝点、めちゃくちゃ気持ちいいやないかと思ったんですけど、普通に止められて最悪の気分ですよね。でまあ一応前線5枚は交代はしたんですけど、まあその後もまあ攻撃陣振るわず、まあまだあれか、まだ試合は終わってないね。この辺とかもね、まあ、シリベ、まあ、中央にいてくれてるんですけど、まあ、やっぱこうね、もう左右に揺さぶれて、揺さぶられて、揺さぶられて、まあ、動きもなかなか重たい感じはするよね。でもまたここでコスタクルタでヘディングしてシリベ、まあいい位置に顔出してくれて、縦パス、まあ鋭くはないけど、いい起点のパス入れたのに、ここね、中向いちゃったんすよ。これ決めてたらアシストのアシストにシリベが慣れてたのに、もう縦行ったらよかったんすけどね、ニアぶち抜いたらよかったのにね、もう根下の癖がやっぱ抜けてなくて、というか今回狙うタイプの人間なんで、やっぱスライド入れちゃうんすよね。さあここはね、まあちょっと冨安さんといい感じにサンドはできてましたかね。まああんまり意味のないプレスにはなりましたけど、まあ、その圧は多少効いてたかな。
さあここバッチョバルベルデと出して、ここパス伸びちゃってそのまま終わると。まあそこそこは良かったでしょ。特にシディベがやられてたシーン、ドリブルで若干抜かれたかなって時はありましたけど、それぐらいだったんで、まあザカリアとかビエラとか圧倒的な 1DMF で高身長の選手持ってない人にとってはまあ 7000GP ですし、まあ、レベル上限高いとはいえ経験値トレーナーもそんなには使わないんで、まあ一度獲得してみて使ってみるのもありなんじゃないかなと。では今回ここで動画終わっていきます。皆さん、レート2100とか2000とか1900、1800の壁は意識しすぎずにいつも通りやりましょう。